私の場合は一回弦をもう全部こう切っちゃうんですね、ニッパーを使って。ですけどこれだとブリッジピンを抜いてしまえば切らずにまあ交換ができる、外すことができるので、ピンを抜きたいと思います。よこういう感じで、もう外れるに任して OK です。よいしょ、はい。で1本だけ切れちゃったなんていう時も、1本だけ変えちゃってもいいと思います。私はだいたい6本まとめてこうやっていっぺんに外していっぺんに変えることが多いです。こんな感じかな、はい、よいしょ、ほ、こういう状態になりますね。ほいで外してってあげます。